こんにちは、せいひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、マズローの5段階欲求説、マーケティングの役立つ理論について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、まずマズローの5段階欲求説とは、アメリカの心理学者、アブラハム・マズローが唱えた欲求段階説。人間は自己実現に向かって絶えず成長する生き物であると仮定し、人間の欲求を5段階のピラミッドのような階層で理論化。欲求が満たされると1段階上の欲求を志すということです。で、マズローが提唱した人間の基本的欲求とは、1生理的欲求、2安全欲求、3社会的欲求、4尊厳欲求、5自己実現欲求、こちらの5つですね。では具体図を見ていきたいと思います。はい、こちらがマズローの5段階欲求説の具体図ですね。このようにですね、下から先ほど説明しました生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、自己実現欲求ってことですね。こういうふうに上がっていくということですね。で、最後は自己超越ということですけど、まあ、こちらを今から説明していきたいと思います。ではまず生理的欲求とは、生きていくための基本的本能的な欲求、まあ、単純に食べたいとか眠たいとかセックスがしたいとかそういう感じですね。本当に基本的な本能的なものですね。一般的な動物がこのレベルを超えることはほとんどないと言われてますね。で、この欲求を満たせば次の階層安全欲求を求めますことです。で、2安全欲求とは、生理的欲求と同様、安全欲求は生命としての基本的な欲求の一つってことですね。まあ、安全安心な暮らしがしたいとかですね、雨風をしのぐ家、健康などですね。で、ここまでは物質的な欲求になります。私たちはですね、たまたま日本に生まれたもので、ここまではもうほぼ保障されているということですね。でね、治安の悪い国でしたらここも危ういということですよね。まあ、そういうことです。で、次、社会的欲求とは、まあ、いわゆる貴族の欲求です。集団、会社、国家に属したり、仲間、家族が欲しくなります。この欲求が満たされないとき、人は孤独感や社会的不安を感じやすくなりますということですね。で、ここからは精神的な欲求になります。で、次、4尊厳欲求とは、他人から認められたいという欲求ですね。まあ、称賛、尊敬されたいということですね。3段目の社会的欲求で、何らかの集団に属することができると、内面からこの尊厳欲求が生まれてきますということですね。ですね、グループの中にいると、このグループの中でみんなになんか尊敬されたいとか、称賛されたいって思ってくる欲求がこちらということですね。要するに、まあ、地位や名誉ですね。わかりやすく言えば。では5、自己実現欲求ですね。自分の持つ能力、可能性を引き出し実現したいという欲求ですね。まあ、能力の最大限発揮、創造的活動等ということですね。で、全ての行動の動機がこの欲求に
決されるようになっているということですね。で、まあ、どういうことかと言いますと、最終的なもう欲求ということですね。ですね、あなたの夢ですね、を実現したいということですね。まあ、独立してビジネスをしたいとかも自己実現欲求ですね。まあ、そういうことですね。最終的にはここをみんな求めているということですね。で、次、5段階欲求を超えると自己超越レベルになります。まあ、いわゆる超天才ですね。ちなみにこのレベルに達している人は全人口の 2% 程度と言われています。ね、まあ、なかなか自己超越できることは難しいってことですよね。では5段階欲求をマーケティングに活かすには、まあ、5段階ピラミッドのどのターゲット層にアプローチするかってことですね。商品を販売するかってことですね。まあ、低段階にアプローチするには比較的安価な商品がいいってことですね。で、高段階にアプローチするには高価な商品がいいってことですね。あなたならどちらの段階にアプローチしますかってことですね。最後にもう一度、あの具体像を見てみますか。ね、このピラミッドの中のどの段階にアプローチを仕掛けていくかということですね。マーケティングに生かすには、要するに低段階、まあ単純にこの2つですね、かもしくは3つ目まで、この人たちはどういうものを求めているかということですね。要するにこの辺は比較的安価なものをアプローチするのが一番いいと言われています。で、この上の方ですね、自己実現欲求と尊厳欲求、この段階にアプローチするにはもうここのほとんどのものが満たされているということですので、それ以外もですね、ちょっと多少高価でも特に自己実現欲求を満たすことができる商品なりサービス販売するのが一番ベストだと思いますね。なので、あなたもこちらの具体図を参考にしながら、あなた独自の商品やサービスを考案して、アプローチしていってください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。